さあ皆さんこんにちは、おはようございます、今日はですね、久々にご飯作ってみたいと思います。久々でもないのかな。今日はね、じゃあ本気のカレーということで、こんな感じですね。スパイスをねいっぱい買ってきました。ターメリックとかクミンとかグローブとかいろいろね、これ今日買ってきましたね、ローレル。まずカレーは、人生で2回しか作ったことないです。珍しいですよね。もうやるならやっぱりゼロから作りたいっていうのがいつもあるんで、簡単なカレーはやっぱり作りたくないなと。そして人生で今日3回目ですね。1回目はいつ作ったか全く覚えてないんですけど、2回目は牛テールカレーというね、素晴らしいクオリティのものを作ったんですね。で今回は、ビーフは簡単なんですけど美味しいですから、ビーフで作ると。なので、ここはですね、ちょっとチキンというですね、新しい、試みをしてみたい、チキンカレーというのをね作ってみたいなと思って、今日はチキンカレーに挑戦したいと思います。大体でも材料的には同じです。ただですね、鶏ガラ使いますね。鶏ガラちょっとね、こうスペシャルな鶏肉、黄色がかってるんですよね。わかりますかね、このね、これがね、ちょうど地鶏とブロイラーの間ぐらいの鶏肉ですね。例えばブロイラーが、100円ちょっとぐらいだとしたら、地鶏はやっぱ400〜500円します。地鶏の法則って難しいんですけど、肥料だったり余裕を持った、飼育、放し飼いというかですね、放し飼いまでいかないんですけど、余裕を持ったスペースで育てない。これはね多分中間なんですね。多分80日飼育とかそういう感じじゃないかな。ブロイラーが30日とかですね。だから若鶏という、奇妙な名前がついてますけど、30日飼育、これが、90ぐらいだと思います。で地鶏、本当の地鶏だと120とか150日とか、中には400日とかもあるんですが、そうなると非常に肉が締まってて美味しいという、そういう感じですね。スーパーではあんまり売ってないです、このレベルは。グラムで250円、特売で250円だったんで、普段は270、80円ってとこじゃないでしょうか、という肉でございます。これちょっと1キロ使います。ということでちょっと始めていきたいと思います。ですね、何からやろうかな。カレーはね、もうただルー入れて、なんかケチャップだ何かだ入れてね、味を整えるというのは、それはもうね、できた味ですから、そういうものはいけません。こう市販のルーを買ってきて、なんか野菜炒めてたいことはもうしません。あれを含めて人生で、まだ2回しか作ったことない。1回もちょっと忘れちゃいましたけど、いつか。さあ、じゃあいきましょう。こういう感じでいってます。これちょっと煮えるまでね待ちましょう。あ、水取り替えます、1回ね。大変なんだよねこれ今日ね。大変。ちょっとね頭を整理しないと。さあ、ちょっと煮立ってきましたね。アクが出るんですよね、こうやってね。鶏ガラはもうアク出るんで、これをね、いいからもな、一回捨てます。ここに、こっからですね、鶏ガラをちょっと作っていくのは、今日本気のカレーということで、いつもと違ってヘルシーとか全く関係なく作れます。もう何でもありです。今日ね日曜日なんですよね。もうチートデーということで、あ、これマックのね、あれです、なんだ、バリスタでアイスコーヒー買ったんですけど、いよいよこれ一人手酒、こういうのやってるんですね最近ね。これ実はもうね、アジアでシンガポールとかタイではもう昔からあるんですけど、日本になぜかなかったんですよ。これようやくできたんですね。長いぞこれは。これね、前のと違って、前このねシリーズ
我慢っていうんですかね、我慢こんなしか売ってなくて、せっかくデパート行ったのに、ちょっと残念なんですけど、まあ同じだと思いますけどね。でこれだいぶ前に作ったやつだから、スパイスとはいえもう何年も賞味期限切れてるんですね。だから一応やめときます。ね、蓋閉めていきたいと思います。そしてね、その間にですね、またこれやることいっぱいあるんですよ。これ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 、ここにいろんなものを織り込んでいきます。ですね、どうしようかな、まあちょっとね、あのルーですね、ルーっていうか、まああの味の野菜のちょっと元を作りたいんですよね。なので今日はもういい、このままいっちゃうわ。セロリね、これ今ねこういう感じでやってますよ。入れました。そして玉ねぎです。あー、これね、玉ねぎね、ですね、フードプロセッサーに、喉が痛いんですよ、ちょっと今ね、いろいろね流行ってますからね。このね、フードプロセッサー安いんですけどね、めっちゃ簡単でいいんですよね、優秀。これね、このままね押せばいいだけなんです。ほら、そんなにみじん切りしなくてもいい、圧力鍋でね溶けますから、絶対に。こんな感じで、あー、すごいすごい、いい匂いいい匂い、あー、いいですねいいですねいいですね、めちゃくちゃいい。高いんですよ、結構。これだけで500円。これ面白いんだよね、サフランで、こうほとんどねでかいんだけど、これしか入ってないですよ。赤いんですね、しかもね、黄色なのにね、黄色くなるんですよ、ご飯がなるのに赤いというね。でちょっとこうやると、へえ、これだけで500円するんだね、すげえ、サフラン。さあ行きましょう。これ匂いで今から決めていきます。まずカルダモンね。あああるあるある、これぐらいかな。ガラムマサラ、これが多分カレーの匂いだと思いますね。あー、カレーだ、カレーだ。これはね、ちょっとね多めに。クローブ、これはねちょっと癖ありですね。クミン、これもまあある意味カレーの匂いですね。コリアンダーってのはパクチーじゃないですかね。コリアンダーあんま匂いしないね。まあナツメグ、ナツメグはどうだ、これ入れすぎちゃったかな。チリペッパー、これがね、あの黄色のカレーの黄色の色付けですね。うわあ、シナモンもね意外と入ってるんですよ。ガラムマサラがやっぱりカレーですね、これが。これカレーだな、やっぱもうちょっと強く入れないとカレーの味がしないかもしれないですね。これで行きたいと思います。
今日の配合コンソメをね使ってちょっと味は整えたいと思います。あ、そうだ、サフラン、サフランで、これね梅雨間に 赤から黄色へなりますね。はい、でこれをわお、そうだ、大事なこと忘れてた。これ家で採れたナスなんですよ。これ家でさ、せっかく、畑で、畑じゃない、あの家の庭で採れたナスなんです。これ使いたかったんですよ。これちょっと入れよう、圧力を抜いていかないとね。いやめっちゃ出汁出てるわ。濃い、濃いなこれ。これはまあね、焼き目入れない、入れないです。うん、入れてもいいんだけどね。でも結構油出るからどうしようかな。ちょっと後で油すくいたいですね。うわすごいな。じゃがいもとかね、じゃがいもとか、よいしょ、あちゃあちゃし、こういうのはね、入れてきます。カレーはもうオールトマトの基本ですかね。うわっ、みたいになってますね。いいですね、これいいですね。あとサフラン、いやー綺麗だね。これはもうバッチリいいですね。よし、じゃあ今こっからですね、ちょっと味付けしていきたいと思います。絶対ワインを入れたいんですよ。これぐらい入れちゃう、ワイン入れて、ビネガーですね、バルサミコ。ちょっとカレーはね、バルサミコが効いてる。そしてやっぱね、だしがないとあれなんで、コンソメを入れます。ちょっとね、だしがないとね味がしないと思うんで、それでよで醤油入れたいですよ。醤油をね、じゃあ入れます。足りない気がするね、こんだけだと。カレーになるのかな、うん、多分足りないなこれだと。難しいな、野菜チキンカレーみたいな感じは。で
ちょっとね、何 70% チョコレートってやつを隠し味で入れたいですね。70です。飲んでみようかな。あー、なんだろう、いいんだけどちょっとなぁ、もうちょっと黄色、ターメリック入れますか、ね、ちょっとターメリックはちょっと足りないね。黄色にしないとカレーですからね。ガラムマサラをやっぱ入れたい。これがカレーなんでね、もうちょっとカレーを強くしたいですね。これでいいんじゃないですか。ちょっと、あ、そうだ、あと大事な、これ生姜をすりたかったんですよ。多分インドカレーはね、なんか生姜が入ってる気がする。ミルクティーにもね入れるぐらいですからね。そう、生姜をね、これね、直にすりたかったです。ああ、そしたらなんかカレーっぽくなるんじゃないかなと思ったよりも普通でしたね、かなり。あれだけ手を加えて普通ってな。あ、あれ、ちょっと美味しくなってきたぞ。ちょっと美味しくなってきましたね。熱。ああ、いいいい、このまま煮込めばいけるかもしれないぞこれ。そっか、あとあれだ、ヨーグルトないけどミルクいこう、ミルク。これミルク必要ですよ。あ、分かった、まろやかが足りなかったんだ。そうだ、普段ならもう絶対やらないですけど、バター、絶対やらないですよ普段。いきます。いや、これはやっぱりまろやかな味か。すっごい香りがいい、めちゃくちゃ香りはいいわ。焦げない程度。はい、 OK です。さあ、じゃあこれでちょっと時間を待ちましょう。よいしょ。ちょっと後で、試食して、試食して終わりたいと思います。いや、皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。私はもう真っ黒ですね。この間西村さんと熱海行ってきてね、もうまたね真っ黒になっちゃったんですけども、今日はね日曜日ですね。珍しく家にいますね。まあ、たまにちょっとね家いないとねダメですよ。たまにっていうか、まあ、結構いるんですけど、はい、まあそんなことでね、カレーができるまで待ちましょう。さあ、そしたら食べますかね。ちょっと今温めてました。よっ。ああ、でもカレー色になりましたね。なんかカレーっぽい。カレーっぽいな。ちょっと崩れちゃったけどな。難しいね。やっぱチキンカレーもね。あんまり入れすぎると崩れちゃいますね。うわー、でもこれは綺麗だね、本当に。これはいい。よっ。まあちょっと綺麗に盛り付けないとね、せっかくここまでがいい感じなのに盛り付けが汚いんですよ、いつも。本当にこれですね。さあ、どうしようどうしようどうしよう。めった作らないカレー、まあとりあえずなんだろう、もうこれごまかしの名前をつけるしかないの。チキン野菜ゴロゴロカレー。なんか松屋でありましたねそれね。よっと、こんなもんだな。自分の実力ではこんなもんです。しょうがない。はい。よいしょよいしょよいしょ。じゃあちょっと食べてみましょう。こんなんすね。じゃあいただきまーす。さあ、どうでしょうか。いただきましょう。なんか普通な感じですけどね。じゃあいただいてみたいと思います。いただきます。
美味しい。美味しいよ、美味しい。うん。美味しい。うん。ああ、美味しいんだけど。お店の味をバーンとこう超えるっていうとこまでは行ってないかな。あ、やっぱチキンカレーでお店のあのこう美味しいお店のね高級カレーみたいなのをボコーンと超える、難しいですね。なるほどね。なるほどなるほど。あのね、十分本格的な味はしてるんですけどね。うん。美味しいんだけどな。美味しいんだけど、なんだろうな。もうちょっと。うん。これ本格的な味はしてます。うん。ただ何かが足りない。いや、足りすぎてるぐらいスパイス効いてるんですけど、なんだろうな、これな。もうちょっとなんか入れれるかもしれないね。やっぱチキンカレーって難しいんですね。あの、前ね、ホテルで、結構いいチキンカレー食べたことあるんですけど、高級感ありましたね。その味まで行ってないですよね。悔しいなぁ。鶏ガラまでやって。いや、もちろんこれはね、家庭の味ではないです。うん。家庭の味ではない。もうあの、お店の味だとは思うんですけど。美味しいんだけどなぁ。もう一個来ないね。なんだろう。これ見ながら、パクパク言ってますけど、いや、美味しいですよ。どうしたらいいんだろう、これ。甘さ？まあ、でもまあ、こんなもんやろうね。あの、わかりました。ビーフカレーです。やっぱり行ってみたいと思います。もう、ビーフでごまかしてたんですね、今までのね。やっぱ美味しいビーフ使うと違いますもんね。やっぱチキンはごまかし効かないね。普通にインドカレーの、あの美味しいインドカレーです。美味しいインドカレーだと思います。うまいのはうまい。本当に美味しい。と思うんだけどね、僕は。いやーでも、うまく食べちゃったね。美味しい。いやー、バクバクいっちゃったね。あれって難しいですね、やっぱね。ゼロから作るってのはね。レベルは高いと思うんですけどね。やっぱりこう、チキン以上の味が出せなかったかな。チキンだからしょうがないんですけど、チキンなんですよ、俺は。チキンカレーなんでね。いやいや、美味しいんだけど、そうかー。そういうことかー。今度、ぜひ、私、ビーフで、勝負したいと思います。頑張ります。勉強になりました、今日。いろいろ、ああいう風にすればよかったなっていう反省点もありますので。ただね、今これできたばっかなんで、またね、馴染むとね、すごい美味しいと思うんですよね。まあ、またたまにね、作っていきたいと思いますので。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ごちそうさまです。